はいどうもマカです。今回は、1.20 新アプで、ツボのかけらの種類が、増えた件について話します。前は4種類でしたが、今回は20種類増えました。ツボのかけらの形の種類で、場所によって入手が違います。入手できる場所を、今から言います。砂漠の井戸は、両腕を上げた陶磁器の破片、醸造家の陶磁器の破片、砂漠のピラミッドは、弓兵の陶磁器の破片、ゴー夫の陶磁器の破片、商品の陶磁器の破片、スカルの陶磁器の破片、暖かい海の海底遺跡は、釣り人の陶磁器の破片、シェルターの陶磁器の破片、花の陶磁器の破片、冷たい海の海底遺跡は、葉の陶磁器の破片、冒険者の陶磁器の破片、嘆く人の陶磁器の破片、豊富な陶磁器の破片、旅路の遺跡は、炎の陶磁器の破片、危険な陶磁器の破片、友達の陶磁器の破片、ハートの陶磁器の破片、割れたハートの陶磁器の破片、遠吠えの陶磁器の破片、束の陶磁器の破片、あります。いかがでしょうか？他にも最新情報、動画出しますので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。